一番右側に座っていた10代の H さん、彼女がキャーって悲鳴を上げたんです、はい、それが全部同時に起こったんですよ。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り、皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあまた来てくださいましたゲスト牛滝千佳さんです。お願いいたします。牛滝千佳です。お願いします。こんな高い現場にありがとうございます。こんな何暖かい暖かい現場、いつもどんな現場でやってるんですか？とっても優しい、みんなが拍手とかもあんまりしてもらえない現場でいつもやってるっていう。そんなことないですいやみんな大好きですから千佳さんのこと。そうなんですか？そうですよ。でみんな仲いいと思ってますから千佳さんと。そんなことないです千佳さんは別にみんなのことを仲いいと思ってないっていうね。そんなことないです。逆に言ったら誰が仲いいですか千佳さん？いないです。いないの例えばほら国沢さんとか村上ロックさんとか、うん、もう尊敬する怪談師さんはっていうと逆にあの方たちは千佳さんって名前出しますよ。あそこはもう兄弟なんで。両吉とかはもう兄弟みたいな。両吉、井山両吉とか。井山さんね。井山両吉、ロックさんとか国はもう兄弟なんで仲いいとかじゃないです、うん、あじゃあそれはもう仲いいを通り越したぐらいの関係性そうですね、はい、うん、まあじゃあそれはいいとしますけどじゃあ仲いい人誰なんですか？特にいないですいやだって山口彩子さんとか一緒にねこう女性同士でこうね、はい、動画なんかも撮ってたりとか。私は頑張って彩子と距離詰めたいなと思ってるんですけど、うん、え仲良しはじゃあどうなったらなれるんですか？わかりませんまあ、とりあえずこの仕事関係で仲良しの方はあんまりじゃいない。いないですね、うん、プライベートはいます、もちろんね。いないです、うん、じゃあ早速階段の方に行ってみましょうかねちょっとこれ以上掘ったら怖くなってきそうなんで ちょうど10年前の2013年の12月23日の夜っていうことをはっきり覚えてるんですけど。え、これ何年前の？10年前です。10年前、はい、12月23日の夜に起こったっていうことを未だにはっきり覚えてるんですね、はい、でクリスマスが近かったっていうこともあって当時所属していた事務所でメンバーで何人か揃ってご飯会をすることになって、でいろいろケーキを食べたりチキンを食べたりしていろいろとみんなでお話をして、で気がついたらもう11時くらいになってたんです。夜11時くらいになっていて、あもうそろそろ帰らないと。でそのご飯会をしていた場所っていうのは都心から随分離れていて、みんな東京都内に住んでいたんで、これ終電逃すかもしれない、どうしよう。最寄りの駅っていうのが私鉄だったんで、はい、いやーこれ乗り継ぎ失敗したら帰れないね、どうしようかって言ってると、その当時の事務所の社長さんが JR の一番近い駅まで車で送ってってあげるよということで、みんなで車に乗り込んで東京組は送ってってもらうことになったんですね。で約20分くらい車に乗っていくとその JR の駅があるということでみんなで乗って、うん、で社長さんが運転席に座って奥様が助手席に座って後部座席一番右側に当時10代まだ10代だった H さん、真ん中に N さん、そして助手席の後ろに私が乗って5人で出発したんですね、はい、そこがもう住宅街でもうほとんど街灯もないような場所だったんですけれども、車でその JR の駅まで向かっていって、住宅街を抜けると今度畑と田んぼ道になっていて真っ暗で、もうそこをこうわーっと走っていって、でしばらくこの畑道を走っていくと突然パーッと大通りに出ました、うん、でこれが色も覚えてるんですけど全体がオレンジなんですね。オレンジの明かりがポツポツとついているような大通り、うん、対向車ですとか後続車も全くない、時間帯もあったんですけれども本当に静かな大通りをブーッと走っていくと、左側に田んぼというか畑というか本当にだだっ広い土地があって、でその広い土地の脇をこうずっと60キロぐらいのスピードで走っていくと信号が黄色赤となって、そこで止まったんです。
止まって何気なくふっと外を見てみると、傍らに小さなお地蔵さんが立っていて、はい、赤い帽子によだれかけをしている、あ、お地蔵さんがあるなあなんて。で、これ野球少年が亡くなってお母さんが建てたって噂だよなんて話をして、あ、そうなんですか、いろいろ話をして、はい、であれこれみんなでワイワイ話をしていたんですよ。で信号が青に変わってまたブーンと走り始めて、でなんとなくそのお地蔵さんを見たまま見送って、で坂道になっていって、このお地蔵さんの姿が全く見えなくなって、今度前にこう座り直した瞬間に消えていたラジオかこの CD だかよくわからないんですけども、突然ザーッと混戦といいますか音が入って、うん、社長さんと私がえあって同時に声を出して、はい、でそれとそのザーッて音と、あと一番右側に座っていた10代の H さん、彼女がキャーって悲鳴を上げたんです、はい、それが全部同時に起こったんですよ、で何が起こったのかよくわからないんですけれども、これが起こった瞬間にふっとあたりがモノクロの世界になったんですね。で、え、何これ。それまでみんなでわーっとお話をしていたんですけれども、シーンと静まり返って、しかも映画のコマ送りみたいにゆっくり進んでいくんです。さっきまで60キロくらいのスピードが出ていたのに、本当にゆっくりゆっくり進んでいって、しかも白黒の世界なんですよね。そうなんです。でもうみんなさっきまで話していたの嘘みたいにシーンと静まり返っていて、 H さんだけの悲鳴が遠いところで聞こえてるような、そんな不思議な状況になって、でそのままゆっくり走っていくんですけれども、さっき の畑のような場所、それが抜けて今度塀がずっと連なっている場所になって、そこが歩道になっているんですよ。歩道がずっと先まで続いていて、その歩道沿いこう車で走っていくんですけれども、鳥肌がなんだかゾクゾク立つんです。何かこの先行っちゃいけないような、本能的に何かやばいものがあるんじゃないかっていうような、でもなんだかわからない、今この状況なんだろうってそう思いながらゆっくりゆっくり進んでいくと、遠くの方、歩道の向こうの方に一人の女の人が歩いてるのが見えてきて、で遠いからよくわからない、しかもゆっくりだし、ものすごいゆっくりゆっくりゆっくりこう近づいてきて、ただあの人のことを絶対見ちゃダメだって自分の中で思うんです、はい、いやもうダメだ、絶対見ちゃダメだって、でだん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 近づいてきて、ゆっくりゆっくり近づいてきて、その女の人がどんな格好をしているのかっていうのが視界の隅に入るんですけど、直視しちゃダメだなって本能で思うんです、うん、でも見ちゃダメだって思うと見てしまいたいっていうような気もして、どうしようどうしよう見ちゃダメだって、ずっと目を伏せたままゆっくりゆっくりこうその女と車が近づいていって、ちょうど私 この後部座席のガラスの窓、この辺りと女の姿が重なろうとしたこの時に、私どうしても気になってしまってパッと見たんですね。ガラスの窓、女の人が私が見たことに多分気づいてひょいっとこう中覗いたんですけれども、目があったんです、ね、その女の人、顔にベニヤ板、ニスを塗られた茶色いベニヤ板みたいなのをこう顔にこうくっつけた状態で、目のところ四角い長方形の穴が開いてるんですよ。口の部分にも穴が開いてて、で髪の毛が除菌除菌除菌と不規則にこう切られていて、服装がもうボロッボロなんです。毛糸のような布を切り裂いたような、そんな服を着て、お面のようなテッカテカのお面をつけたような状況でこうやってひょいっと私の顔を見たんですね、はい、でもあ、この人本当にやばい人だと思ってチラッと見たら、その人さっきからガクンガクンと足を引きずって歩いてたんです。で、なんか持ってるような気がして、何持ってるんだろうなと思ってパッと見たら、左手で自転車のサドル部分持ってるんですよ。椅子の部分ですよね。椅子のサドルをこう持って、それをずるっずるっと引きずりながら歩いてて、でももうゾーッと鳥肌が立って、絶対見ちゃダメだ、これ以上この人のこと見ちゃダメだと思いつつ、パッと見たらその自転車の後輪に子供が逆さまになって絡みついてるんですよ。で、あ、これダメ
と思って、その瞬間にバーッとすれ違って元のスピードになったんですよ。元の60キロのスピードに戻って、元の世界に戻って、モノクロではないさっき言った世界といいますか、それに戻って、今の何ってなったんですね、うん、普通に考えたら60キロスピードが出ていたら、こんなところ女の人が顔を覗いて、その人がどんな人なのかって認識できるわけないんですよ ね、 はい、はい、はっきりとゆっくり見たんで、でも本当にやばいものを見てしまったと思ったら、社長さんが、牛崎さん今の何って言うんですね、うん、分かんないですって言ったら、ダメ、あれ確かめなきゃって言って見に行ったら、今すれ違った人がどうにもいないんですね、はい、え、なんで、いや今いて、そこ歩いてたよね、いや、いたいたいた、見ました見ましたって言って、 H さんもずっと怖い怖い、みんなだから見えてたわけですね。でもみんなで、女の人がいたっていうのは、はいはいはい、ただ H さんはもう泣き叫んでいて怖いとしか言ってなくて、どこ行ったって、塀があって逃げられるとこないよな、ないです、絶対おかしいです、いましたいましたって言って、あれは絶対ダメ、私正直事件だと思ったんですね。事件、あの子供をそんな風にして、何か事件とかだったら通報しなきゃと思って、これ電話するっていうような状況だったんですけども、とにかくそいつを探そうということで、しばらくその界隈を探してみたんですけども、どこにもいないんですよ、たった今すれ違ったばかりなのに。で路肩に止めて、さあ今の何だったのって話になって、で奥様に何見たっていうのを社長さんが聞いたら、いや、あの女の人が自転車引きずって歩いてたって。で 社長何見たんですかって言ったら、いや自転車持ってない、子供引きずって歩いてたって。え、でも私その両方なんですよ、自転車持って後輪に子供が絡みついてたから、がこれは事件だと思ったんですけど、3人見てるものが別というか、そうです、社長さんは子供だ け、 供だけ、奥さんは自転車だけ、はい、専科さんは両方っていう、両方でみんなが言ってることちょっと見方違うわけですね、食い違っていて、ただ本当にやばいものを見たって、変な人を見てしまったということで、じゃあ N さんって、さっきからずっと黙ってる N さん、あなた何見たって聞いたら、いやさっきから皆さん何言ってるのかよく分かんなくて、そんな人いないんですけどって、何言ってるんですか、大丈夫ですか皆さんって言うんですね。私はそんな見てないです。で H さんは怖いって言っていて、何か聞いてももう話をできる状況じゃなかったんで、うんうんうん、結局それっきりその話はもうやめたんですね、彼女がもう落ち着くまでやめたんですけれども、はい、本当にあの時何が起こったのか未だによく分かっていなくて、ただ、まあ、こういう職業からいろいろと考えてしまった結果、平成版の都市伝説、口先女とも言われている引き子さんっていう妖怪にすごい似てるなと思って、はぁ、引き子さんってあの子供をね引きずって歩くっていう、口先女よりも残忍な妖怪っていうふうに言われている、うん、平成時代に子供たちに大人気になった引き子さんって言われている妖怪に会っちゃったんじゃないかってその時は思ったんですけれども、はい、結局あの時何が起こったのか分からずじまいなんですけれども、このだってベニヤ板みたいな、はい、で目と口だけくり抜かれてって変な仮面をかぶってて、引き子さんってそういうビジュアルでしたっけ、ね、違います、ね、違いますよね。引き子さんは雨の降る夜に白いボロボロのお洋服を着ていて髪が長くて、で子供を、でもその子供っていうのはターゲットがいじめっ子だけなんですけれども、それを見つけて、まあ、ちょっと残忍なんですけども肉の塊になるまで引きずって館に集めていくなんていう、そういう残忍な妖怪なんですけども、本当にもう本当に通報しようかと思ったぐらい、えそのギャーって悲鳴上げてそこからも怖い怖いって言ってた方は、その後正気を取り戻した後にどうだったの、どうしたのとかって聞いても何も言わない感じなんですか。こっちまで結局車で送っていって何も聞けず、その後もその話は一切触れることができなかったです、はい、でも社長さんと奥さんも何かしら見てた、見てる、ね、女は見てる、でその不思議な時間の流れの中にも行ってたわけですか、みんな。そこはちょっとあの
聞いてないです。そこは私だけかもしれないです。もしかしたら、ものすごいゆっくりで、何これっていう。そう、白黒なんですよね。白黒で本当に細かくみたいになって、でその女の人とすれ違うのもものすごいゆっくりなんで、はっきりと見てるんですよね。あの最初悲鳴上げるのと、あとそのなんかノイズみたいな。ノイズが入ったのと、えあっていうのが全部一緒にわーっとその車内が。そう、ラジオみたいなところでザザザって入ったわけですよね。そうそうですそうです。なんか。チューニング合っちゃったんですかね、何かの。何なんでしょう、そのバーンって合っちゃって、その瞬間その不思議な世界に入ってしまって、でやっぱりもう時間軸が違う、もうその中は時間の流れも違うってことで、そんな世界があるのであればですけれども、白黒だしね。そうだから私たちよりもいち早くそのおかしな状況に入ったのが H さん、そのザーってなった瞬間にキャーって言ってるので、私たちは全然その存在に気づいてなかったし、まあ、それが何だったのか、もしかしたら見てないものを勝手に想像してそうなってしまったのかわからないですけれども、それもありますよね。ただやっぱりその中でゆっくりとはいえ、多分何秒か、10秒、20秒ぐらいは多分その世界にいたわけじゃないですか、でも普通に考えて60キロで走ってたら、その後我に返った時にかなり進んでないとおかしいわけだし、あとその間事故に遭いそうだし危ないわけですよ。でもパーンって戻ってきた時にほぼ動いてないんですよね。そのあもうそうです、そのままギュルギュルっていう感じで、だから奥様がやめて、あなたやめてって、でも絶対すぐ行かなきゃっていうような。だからなんかあれですかね、もしくはなんかよくその入られるとかって話がありますけど、なんかそのパーンって入られてその記憶を見せられたっていう、その瞬間的に。だから時間もそんなゆっくりな時間だけど、でも実際の中ではパーンって見たものがあっただけで、体感は長いんだけど実際は時間はそんな経ってなかったみたいな。うーん、何だったんでしょうね。いやーでも不思議、防ぎようないから怖いですよね。そうです、そんないきなり見せられたらね。もう楽しくそのクリスマス会をやった後だったし、何のたいもない話をしていたので、なんでこんなことになったのかっていうのが、私もちょっとその日はさすが眠れなかったですね、怖くて。いやすごい話なんかザザザってこう、なんかそれがなんかチューニングがやっぱ合っちゃったな、そんな感じしましたけどね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、千佳さんですね、 YouTube チャンネル、はい、やられておりまして、もう200本ぐらいですね、階段話上がっています。チャンネル名お願いいたします。この世の裏側です。はい、他ね、生配信だとか、はい、あとはチャット階段、あ、はい、やっております。もう皆さんが参加されて、この文字でね、怪談話を披露していただくなんていうね、これも結構盛り上がってそうなので。そうですね、はい、あと手話怪談っていうのもやっていて、そう、手話の方勉強されてね、はい、手話で怖い話とかやったり、あとはあのお電話でのインタビューなんかもやってますので、ぜひよろしくお願いします、はい、あの詳しくはですね、ツイッターの方にね、いろんな情報載ってますので、はい、ぜひチェックの方お願いいたします。お願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ゲスト牛崎千佳さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。山口彩子さんとか一緒にね、こう女性同士でこうね、はい、動画なんかも撮ってたりとか。私は頑張って彩子と距離詰めたいなと思ってるんですけど、うん、彩子って呼んで、一方的に呼んでるの私陰で呼んでるだけで、本人の前では彩子ちゃんって呼んでます。仲良くじゃしたいけど、はい、きっと彩子さん側の方がちょっと仲良くなってないかもしれないから、そうですね、仲良い人は言えないと。自分の中ではもう陰ではずっと彩子って。例えば七不思議とかね、はい、イベントも一緒にね、あの初耳階段の方も出ていただきましたけど、仲良くやってたじゃないですか。そうなんですか、うん、でもやめようこの話仲良くない、特に仲良くないでもちろん私島田秀平とは特に仲良くない。何なんだそれ本当に何なんだよそれそんなことない、みんな仲良し。千佳さん真面目なんですよね。あのちゃんとプライベートでもご飯行ったりとか普通にこう気がなく電話で話すような感じが仲良しだから、はい、あんまりこうお仕事の関係性だけだと仲良しっていう風に使っちゃいけないじゃないかっていう、その仲良しってことに対してすごく真面目に捉えられるんですよねつまんないですね。別につまんなくないですよ、それはそう考えもあるし、はい、もう周平兄さんともあの奥間さんとも仲良しっていうことにさせていただこうかと思います。島田君は千佳さんと仲良しって他で言ってますよね。ええ、この前もなんか松島初音さんがね、はい、なんか自分がイベントやっててなんかずっと階段のライブやってきたいんですって、
で、そんな中夏は女性だけ集まって階段女子会みたいなことやりたいんで、はい、本当に牛崎千佳さん私も大ファンなんでお声掛けしたいんですけどって時に、お千佳さん俺仲いいから聞いてあげようかみたいなそんなチャラい言い方したんですか。そっち今言い方関係ないからあ、すいません、お千佳さん俺仲いいっすよみたいな感じに言っちゃいましたけど、じゃあそういうのはもう侵害というか、そんなことで大先輩なんでおこがましいかなと。え、僕がじゃあその外で千佳さんと仲いいよってことに関してはじゃあ嬉しいです。ありなんですね。はい、嬉しいです。で僕はそう思ってるわけで、僕は周りはそう言ったわけじゃないですか。千佳さんは僕と特に仲良くおかしいだろそれ言ってもいいし言ってくれて嬉しいって言ってんのに、なんで俺が言ったらそれ仲良くないんですかだってお茶したことないです。別にお茶したことお茶しないととかいろいろあるんですね、なんか仲良しっていう定義として、はい、あ、まあ、まあじゃあちょっと また今度じゃあお茶してはい、はい、ね、クニアンとラーメン食べたんで、誰、クニアン、あ、国沢さんね、はい、それは何、もう仲良し以上普通普通、はい、ラーメン食べて普通、はい